西恩寺八郎は、日本の官僚、貴族院議員。異会は、ジュニー、君党は、君一党随法省、爵位は公爵。1881年、旧長州藩主、公爵毛利玄徳の八王として誕生する。1899年7月、学習院中等科を卒業。同年、伊藤博文、井上るらの仲介により、公爵、 サイオン持キの養子となった。サイオン家と、モート・シーエには、サイオン助家の聖母が、長州藩主、毛利秀成の娘であったり、サイオン記の娘が、長府藩主、毛利リー・カオルに嫁いだなどの関係があった。その後、ドイツのボン大学に留学した。ドイツでは、ヨハネス・ユストゥス・ライン家に寄宿した。1906年、ヤブ・金持の長女神と結婚した。 ヤブ金持ちが、ベルサイユ講和会議に、全権特使として突出した際は、妻と共に随行している。1909年、桂太郎の内閣総理大臣秘書官に就任する。1914年、宮内省式部官に就任する。式部職所部課長、式部次長を経て、1926年に、修名頭となる。ついで、宮内省御用係となった。この間、 皇太子時代の昭和天皇を補佐した。1920年10月には、妻の真が亡くなり、矢部金持ちと次第に疎遠になっていく。1921年2月、麻布イクラ町の自宅に抹殺者を名乗る傍観6名が押し入り、皇太子、広人新王の欧州訪問阻止のため随行予定の八郎を切るとする残酷状を読み上げた上、 切りつけるという暗殺未遂事件が起こった。八郎は負傷したが、駆けつけた警察により、犯人らは逮捕された。剣道の達人であり、防寒乱入時には、ご信用仕込み杖で応戦している。皇太子の東王に随行し、法栄時には、プロゴルフの試合を初めて観戦したことで知られる。1926年、内大臣。 マキノ・明ブアキの区内省を組織刷新に反発し、マキノの失脚を図るものの、失敗する。1928年、君一等随法省受賞。1940年12月、金持ちの死去により、家督を相続した。1946年4月18日、貴族院議員を辞職した。ありがとうございます。